はいどうも、今回はご依頼いただきました。ありがとうございます。青島のガゼールターボシルエット、これをやっていきたいと思います。これ SP 扱いで出たやつでね、確か去年の秋ぐらいだったかなに出たやつだったと思いますけれども、これの方をね今からやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。だいぶ前にシルビアのスーパーシルエット、100頭シルビアのスーパーシルエットもやりましたけども、キット自体は、シルビアと変わらないんですよね。で、なんか実写だと、このフェンダーの形状が違ったりとか、そういったこともあるみたいですが、このままでいきます。このまま組まさせてもらいます。なので部品自体はね、まあ、シルビアと同様の感じになりますね。これね、あのね、西部警察の、なんだっけ、栄光までの、何マイルとか、なんかそんな感じ、違ったかな。あの、実写がね、西部警察で出てくるんですよ。で、運び屋の話なんですよね。で、運び屋が、実はレーサーだったっていうような話だったと思うんですけども、それでね、これね、実写が出てくるんですよね。で、そういったこともあって、このキット自体の存在は知ってたんですけど、なかなかね、プラモのキットをね、作りたいなって思った時には見つけられなくて、っていう風だったんですけども、で、ずっとね、また再生産かかってなくて、今回 SPA 扱いということで再生産かかったやつなのでね、で、ご依頼いただいたということでやっていきたいと思います。またこのね、下回りの塗り分けは、まあ、今回もなしでいきます。まあ言うてシルビア作ったのもだいぶ前なので、今ちょっとパッとどこがどういう風だったかなとかっていうことはあまり覚えてないんで、どういう風だったかなっていう風に思います。まあ基本的にはね、ボディカラーとデカールが違うっていう風に思ってもらえればいいんじゃないかな。まあ細かく見ればね、いろいろ違うのかもしれないですけど、ただまあいつも言ってる通り、何年か経つと覚えてないので、覚えてないです。なんで、いろいろここは違うよ、あそこは違うよって方は、知ってる方はコメントの方でね、書いといてください。またホイールもね、メッキ落として作っていく形になりますね。これもホイールも、あれシルビアインパルの、スーパーシルエット、インパルの、インパルシルエットだっけ？だったからまた違うのか。ホイールはまた違うんだな。で、クリアパーツですね。まあ、特別なんか、大きく違うところはないかな。っていうふうに思いますけども。で、タイヤと、まあ、ネジとかね、小袋ですけども、タイヤ太いね、相変わらず見て思うけども、リアはシャフト止め、フロントはリベット止めっていうような感じになります。デカールがね、シルクスクリーンなんですよね。シルクスクリーンじゃない方がいいんだけどな。この辺とかね、いろいろちょっと違う、なんか種類があったりするのかもしれないですが、まあちょっとね、まあそのレースの細かい違いとかそういったことまではいつもの通り知らないので、これね、基本的には説明書の指示通りの感じになるかな。では始めていきたいと思います。とりあえずシルバーまで塗ったんですけど、あのね、説明書見ると、リアフェンダーは特に、あ、書いてあるやん。よくよく見たら、ここに銀色の縁取りあんじゃん。銀色のと、この黒色の縁取り。完成見本にはないんですよ。あるか？ちょっと待って。あったわ。なので、このアーチ、フリーハンドで行くか、行けるか。これね、多分ね、一度に一発で銀と黒の塗り分けはできないと思うので、何回かに分けて塗り分けしたいと思います。てか多分そういう風にしないといけない気がする。よいしょ。
この辺とかね、ちょっとまあこの辺は古いキットだから仕方がないけど、気にするんだったらこういう波打ちとかね、波打ち波打ってるやつとかも修正した方がいいと思うんですけど、私は用できませんので、よいしょ、とりあえずまずはん？違うわ、この下だ。ってことはこのラインで塗り分けていくとなると、よいしょ、とりあえずまずは貼るでしょ。で、太さ均一にこうやってちょっとフェンダーアーチの形状を見えるようにしておいて、よし、ピッ、うん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 。で、ここをこれ上は全部銀色なのね。銀色、とりあえず一回ここで切ろうか。切って、なるべくね、マスキングテープの縁で、あー銀色剥がれちゃった。ここはまたちょっと後で修正の塗装をしなきゃいけないね。銀色はまたアンティーク RSR シルバー残りの分で拭きました。もうないぞ。まあこんな感じでフリーハンドですけど、よいしょ、と切って、バンパーの上のところは銀色なのか黒なのか、黒なのか。ってことはこの辺で折り返して、で、ん？この辺で黒になる。実写画像をググります。ここは黒いんだ。ってことは、まずはちょっととりあえず何回かに分けて、何度かに分けて塗っていかないと、多分ねこれね綺麗にならないやつだ。このハッチというか、この C ピラーに合わせてマスキングテープを貼り、リアは、ここは銀色ね。こういう塗り分けがあるとね、難しいよね。で、イラストが、多分これ当時の、イラストのまんまだから具体的にどこがどうなってるかが分かりづらいんだよね。この辺はなんか説明書の更新をしてほしいな。大島はそういう説明書の更新をしてるってことを教えてもらったので、できればこういうその3面図4面図もね更新してほしいな。こんな感じかな。で、マスキングしておいて塗っていくようなね、そんな感じですね。何回塗り重ねなきゃいけないかな。久々にコンパスカッターを使ってのマスキングをしてみようと思いますが、今回はねこのセンターのところがへっこんでるんで、まあそれほど、いや何も言わないでおこう。何かやらかす可能性が高いから、久しぶりだからね、うまいこといくかどうかもわかんないし。よくこういうのでほらやっぱ形大きさずれた、手を支えておいて大きさを変えずにみたいな人いるじゃないですか。あれどうやったらできるんですかね。こうやってやっても、その初めにこう寸法を出すじゃないですか。でこういうとこを締める段階で寸法がずれちゃって、あーってなっちゃうやつ。あれどうやったらうまいこといけるんですかね。もうやってる人はいるんだけど、やってる人がいるってことはそれは本来できて当たり前なんだろうけど、できない人がここにいると。切ることは
できたかな。うん、できましたね。珍しい。自分で言っちゃってるよ、珍しいとか。大きさは合ってない。なんで、なんで合わないのってことは、何枚かこうやって重ねて貼って大きさを合わせるしかないのか。なんでみんなして綺麗にやってんの。私はそれが不思議で仕方がないよ。じゃあ最近とか、まあ X とかでね、ちょいちょいポストとかしてますけど、たまにね、同じようなことを。なんでみんなあんな綺麗に作れるんだろうって。私はそれが不思議で仕方がないよ。綺麗にマスキングしてね、パリッと塗り分けてね、やってあるじゃないですか皆さん。なんで。ああ、ほらね、もうこれはここでよいしょ。どうしたらうまいことマスキングもできるようになるのかわかんないし、同じようなものを使ってるはずなのにな、全然同じようにできないね。やっぱりみんなビッグライト使ってマスキングするときだけ大きくして、塗るときはスモールライトで小さくして、で塗装して、で剥がしてってやってるんでしょう。ビッグライトとスモールライト欲しいね。リアはちょっと径が小さくなるのね。よいしょ。まあリムの深さというか厚さの分というか、そういう感じだと思いますけど、この辺のホイールとかって今実存してるんですかね。まあその車に履いてるやつはいると思うんですけど、その要はあのレーシングカーのその保存目的で履いてるやつはいると思うんだけど、まずこの太さと深さでどれぐらいあるんだろうな、重さとか。そういうのもね、全然知らないので、自分の中のシルエットフォーミュラの知識はね、トミカだけですから。トミカとこの青島のプラモデルだけだから。でこういう時に限ってぴったり行ったりするんだけど、多分ぴったり行かないから大丈夫。何が、ほら全然合わない。もうこうなったらもうこうやって重ねて貼る。あ、ちょっとずれた。ちょっと待って。もうちょっと小さめに切れてたら貼りやすかったんだろうけど、ちょっとこうやって重ねて貼るには大きかったかな。まあこんな感じでね、貼っておきます。濁っちゃいましたね。なんでや。また理由がわからないウレタンクリアのなんだろうが。で、まあちょっとその辺はまた依頼者さんにお話ししてっていうふうにします、させてもらいますけど、これね、まあ別に、このトレッドでもいいんですけど、ちょっと外に出したいなと。これね。まあ現状こんな感じなんですよ。で、実写も結構トレッド引っ込んでるっぽいんですけど、まあ模型映えを意識ということで、面まで持っていかないけど、ちょっと入るぐらいまでにしたいなというふうに思います。で、ちょっと入るぐらいにしようとすると、ワッシャー3枚ぐらいでいけるかな？これはね、リベットで留めるタイプです。フロントの足回りね。足回りというかホイールは。なので、多分3枚ぐらいでちょうどいいぐらいのところに来るんじゃないかなっていうふうに思いますんで。よいしょ。3枚噛ませて、リベットが噛んでくれるかどうかっていう問題はありますけど、多分噛んでくれると思うんだけどな。あ、余裕ですね。リベット3枚噛ませて、ああ。噛ませて軽く入れるだけ。あんまりガシッと入れちゃうとね、抜け、あ、スコッと入っちゃった。3枚でいいとこ行くんじゃない？でも。もうこんなもんなら、面ちょっと入ってるぐらいでいい感じになるんじゃないかな。
ロアームの部品もね合わせてみないとか。うちで製作させてもらうときは基本的にモーターライズのねキットのときは元がね、内装の内装じゃない下回りの塗り分けはなしでクロスアップ仕上げっていう風にさせてもらってます。いいとこ行くんじゃない？てかなんか今回車高低くない？いろいろ組んだらまた車高上がる感じになるのかな。なんか前回のシルビアよりも車高が低く見えるんだけど、まあとりあえずこの3枚かませた状態で、トレッドを広げるという感じですね。リアがねシャフトの長さ足りるかな。リアはよいしょ、シャフトの長さが足りなかったらまた考えなきゃいけないけど、ハトメ入れるやつね。ハトメ入れて、このハトメってなんかモーターライズ時代の名残っていう感じがしますね。車高が低いから、あれシルビアこんな低かったっけ。シルビアってかまあこれガゼールだけど、リアは2枚ぐらいかな。2枚、リアも3枚入れればいいとこ来ますね。まあ長さが足りなかったらまた別のストックがあるのでそのシャフトに打ち替えて、よいしょ、車高を決め、あ、車高じゃないわ、シャフトの長さをね変えてあげようと思いますけど、多分足りると思うんだけどな。足りないかもしれない。まあこんなもんなら内側ちょっと入っててっていう感じでいけるんじゃないかなというふうに思います。ああ多分これあれだな、内装つけると車高上がるな。これちょっとこれ、ああここでちょっとバタつきがあったっけ、こんな風だったっけ。まあそんな感じではありますけど、まあこうやってね足回りのトレッドを決めて組んでいこうと思います。リアのシャフト変更なしでいけましたね。で、ここ今回穴を開けました。このまんまだとこう斜めから見た時とかにね向こうが透けて見えちゃったりするわけですよ。まあ、ここは元から開いてるとこだけど、ここはとかね、向こうのビスが映ってるかな、ビスが見えたりだとかそういうのもあったりとかしてちょっとかっこ悪いので、またプラ板にこうやってクロサフを裏表塗りました。でこれをよこいしょよいしょ当てがってみて隠れるようにして、でこれをよこいしょ切って、断面また黒くしといて、でよこいしょ、あここ黒くないね。ガンダムマーカーはね、ほんとね、いろんなところで使えるから、あった方がいいっすね。便利。で、よいしょ。これぐらいかな。で、この状態で流し込みの接着剤をピッとしてあげれば、まあ、こんな感じでね、隠すことができて、斜めから見たりした時とかに、向こうが透けて見えるっていうことはなくなるよっていうね、そんな感じですね。で、あとは、よこいしょ。前回これ、ぴったり合わなかったような覚えがあるんだけど、なんかだいぶ削り込んでからつけたような覚えがあります。サイドの、ダクトというか、スクープというか、シルビアはいけたんだっけ？とりあえずちょっと当てがってみて。上下方向が合わない？ギリギリ合うのかな？どっちだったっけ？スカイラインが合わなかったんだっけ？ブルーバードが合わなかったんだっけ？なんかシルビアも合わなかったような覚えがあるんだけどな。回ってくれればそれでいいんですけどね。いけるか？若
干フェンダーが空いちゃうのか、微妙なところですな。パッと見にわからないって言えばわからないんだけど、ちょっと削りましょうか。削る、切る。ああ、また鼻がぐじゅぐじゅしだしましたね。聞きづらくてごめんなさいよ。お聞き苦しくてごめんなさいよ。ああ、鼻炎気味なんでね、どうしてもちょっと、鼻炎気味？持ち？どうってことないときはどうってことないんですけどね。ひどいときはこうやって鼻が垂れてくるんで、ぐじゅぐじゅしちゃうっていう感じなんですけど、もうもちろんね、収録前に鼻は噛んではいるんだけど、それでも出るときは出るんでね。そんなにがっつり削らなくても多分これならいけると思うんだけど。メッシュじゃないな、これ。塗膜の厚みだな、これ。まあ、ちょっと吸いちゃいますけど。まあ、これでいけそうですね。じゃあね、まあ、こんな感じで組み立てをしていきます。はい、青島のガゼルスーパーシルエット完成でーす。ご依頼いただきありがとうございました。組んでみたかったのをね、ご依頼でいただけるのはとても嬉しいことです。ありがとうございます。やっぱり車高上がりました。ロールバーが全体的に干渉してますね。なので、これはちょっと調整のしようもないかなーなんてことも思ったので触ってません。やるとしたら全体的に高さを詰めてあげる。で、詰めてあげたとしても、今度は、ドア内張の辺がボディと干渉したので、スペーサーかませる量変えました。で、そうやってちょっと調整し直してみたいな感じにしています。このスーパーシルエットとかシルエットフォーミュラのこの羽ね、でっかいっすね。毎回思うけど。まあ、久しぶりにスーパーシルエットのキットを組んでね。ああ、やっぱこの世代のレーシングカーって、やっぱその、自分が生まれたか生まれてないかぐらいの世代、このキットが81年の車のやつなんで、自分はちょうど生まれた年ですね。なんですけど、なんで、まあ、レースを見てたわけじゃないし、全然知らない車ではあるんですけど、こうやってね、ずっと作り続けてくれてる。まあ、今回のガゼールはね、SP 扱いですけど、まあ、青島にはありがたいかなっていうことは思ってます。これであと組んでないのはもう多分出ないと思うんですけど、ブルーバードのコカ・コーラカラーのやつ。あれはもう出ないかな。やっぱ半券とかで取れないのかなってことも思いますけども、自分もね、多分ですけど、ベストカーヴィンテージの頃あって、たような気がするなぐらいのものしか見たことないので、実物をねしっかりと見た覚えはないんですよ。多分プラモ屋さんに通い始めた頃とかその辺ぐらいの頃にはまだあったのかもしれないですけど、まああれは再生産無理かななんてことも思ったりしますが、もし出してもらえるんだったらシルクスクリーンデカールじゃない、あでもな、この手のシルクスクリーンだったらそんなに分厚くないし、で、新しくなったね、マークセッター。あれでね、結構溶けてくれるんで、なんとかなるかなぁ。なんてことも思ったりしますけども、出ないかなぁ。一応、プラモデルで出てるのは多分そんだけだったと思うので、まあ、他、プラモデルでってその日産のやつですよ。青島で出してた日産のやつでって言うとそれぐらいかなっていうふうに思うんですけど、ブルーバードも出ないかな、チラッチラッなんてことも思いますが、まあとりあえず今回はねこんな感じで組み上がりました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。